陸上静岡県中部選手権最終日14日草薙総合運動場陸上競技場女子砲丸投げで秋山襟22田50イコール城南静岡高出イコールが 12m64 をマークして優勝した今春福岡大を卒業して地元静岡の企業に就職 2019年の全国高校総体で優勝したヒロインが、社会人デビュー戦を飾った。貫禄を見せた、高校生が中心となる大会で2位に1メートル以上の差をつけた。今はもう一度フォームを作り上げているところ、環境も変わって慣れるのに必死です。会社の研修などで練習も十分にできない状況で、記録は二の次だった。 新規一点のシーズンだ。自己記録は高校時代にマークした 14m94。大学でのベストは 14m41 にとどまった。もう一回、日本一を目指したい。今年は主に、母校、城南静岡で練習していく。次戦は来月5日の水戸招待に出場予定だ。 13メートル後半ぐらいは出せるように頑張りたい。地元に帰ってきた高校女王が原点の地で復活ロードを歩む。